時って玉露と煎茶とでその全然その提供するタイミングが変わってくるって言われてて、どういうことかなって言ってた、うん、その時言われたのは、その例えば玉露って、まあ、濃縮して出すから、そのあと温度は結構低めなんですね、うん、なんで、まあ、そので冬場とかだったりするから、その冬場で温度を下げてあのお茶を入れるからなってたんですよ。だけど煎茶は、まあ、70度ぐらいなんですよね、温度は。やっぱお湯の冷まし方って違うはずなんですよ、その煎茶と玉露とでは。僕らは大体55度って茶室で見てて、あの煎茶は70度じゃないですか。だからで、しかも同じ1分でも、例えばその1分待ってる間にこれからこう入れるじゃないですか、茶碗にこう入れていくじゃないですか。入れていく時のスピードで、入れてる間もお湯に茶葉がこう浸かってる状態だから、どんどんこう味苦みが絞るっていうのは時間が経てば経つと出てくるじゃないですか。でもこうあまりにもこう丁寧にゆっくりやりすぎたりすると、その時間も加味しないと、うん、っていうふうに言われた時に、あ、そっかと。なんかこう入れるタイミングもお客様にこう出すところまで含めてお茶だなっていうのが、うん、っていうのを感じ取ってるんだなと思ったんですね。小川さんとかその煎茶の稽古の方かな、うん、なんですけど、そこも含めてもてなしたのかなと思って、そこの手順だけ聞いてもそこを感じ取れないなっていうのは、うん、その時ちょっと思ったんですよ。だからその時の状況で頭をフル回転して入れるのが多分、まあこうその人との関係性を深めていくお茶の入れ方になるかなみたいなのは感じたんですよ。ただ玉露の時もこのお茶を今どういう状態なのかなっていうのを常にアンテナ多分立ててると思うんですよ、小川さんの時って。で、多分それは言語化できない情報も含めていろいろ感じてると思うんですけど、だからなんとなくこのタイミングっていうのはあるらしいんですよね。それは多分言語化できる場合もあると思うし、できない場合もあると思うんですよ。だからその今日なんでこの高さで入れたんですかって言っても、うん、なんとなくっていう感じで言う時もあるんですよ。今日茶器から温めるじゃないですか、うん、なんで温めたんですかって、うーん、まあなんとなくって言うんですよっていう時もあるんですけど、でも言語化する場合もあるんですよ。例えば、これを茶器温めたら今日の天気は例えば、寒くて、その時冬だったんですよ。夜があの寒いからこう、で茶器もやっぱこう冷めやすく、冷めやすいというか冷えてるから、だからこれをまず温めて、その状態でしかも黄金とか、黄金ではないか、なんか空海かわかんないですけど、まあ、香りがいいお茶だったんで、そこの上にこう茶葉を乗せた方が香りが立ちやすくなるかなっていうことが言われてたんですなんかそうやってその時の状況によって変えてるっていうのはそういうことなんだけど、天気も気にしたり気温も気にしたり、あと茶器の状態も気にするっていう、そういう情報は多分いっぱい多分あると思うんですけど、じゃあその情報にとらわれてるというよりはどっちかっていうとその全体性を見てると思いますか、っていうことなのかなっていうのはちょっとずつこうなんか学んでる感じですかね、僕も。でも多分それはまだ限界というか、100% これっていうのはまでは全然ないと思うんですけど、どこまでもいけると思うんですけど、茶葉を入れるときにその茶葉を感じるっていうのは最初何言ってんだろうって思ったんですけど、あ、なんとなくそういうことかなっていうのは、茶葉が今どういう状態かなとか、茶葉の声が聞こえるかなとかっていうのはよく言われてたんですけど、なんとなくそれが分かった気がしますね。北極老人の奥さんが来られた時も言われたことあるのに、茶葉をもうちょっと愛してあげてっていうことを言われたことがあって、最初どういう意味なんだろうなって思ったんですけど、茶葉一つ一つで味って全然変わるわよねって言われた時に、えってなったの。その時、あ、その顔分かってない顔だねって言われて、ああそうですねって言ってたんですけど、だからね、茶葉をねもっと愛してあげないとねっていうのは言われたことがあって、それは一個の自分の中のテーマとか、茶葉のアイスって、それ多分茶葉だけに対してではないと思うんですね、そうやって多分入れてるんだろうなって、小川さんとか、アプローチの人茶葉一つ一つ、全然、でもこの茶葉と袋、隣の茶葉もあるんですよね、
全然味変わるわよね、うん、そんな感じだし、ロットが違う、その例えば作った時期が違うとかだったらなお違う、うん、